ハインリヒ・フォン・プロイセン。ハインリヒ・フォン・プロイセン。1862年8月14日から1929年4月20日はプロイセン王国の王族、軍人。全米はアルベルト・ビルヘルム・ハインリヒ。だが、もっぱら、ハインリヒと呼ばれる。フリードリヒ三世の次男でビルヘルム二世の弟。ドイツ帝国海軍で司令官として軍歴を積み。 最終的には海軍元帥に任じられた。1862年8月14日、フリードリヒ三世、当時皇太子とその日で、イギリス女王、ビクトリアの娘であるビクトリアの第三子として生まれた。インテリだった母ビクトリアは子供たちに高い知能を要求したがハインリヒは、その要求に応じられず、母ビクトリアは、祖母ビクトルに宛てた手紙の中で、ハインリヒは、 絶望的な怠負け者ですと記している。このため、ハインリヒは、アニビルヘルムニ世や、アネシャルロッテと共に母を嫌うようになった。ハインリヒは、幼少期から海軍に関心を抱き、の庭園で、小船模型を作って遊び、水兵としての素養を身につけていった。1877年に、カッセルのギムナジウムに入港した後、ドイツ帝国海軍の士官候補課程を受ける。 訓練では1878年から1880年にかけて外洋公開を経験し、同年10月に士官の適正検査を合格した後、1884年から1886年にかけて海軍士官学校で教育を受ける。任官してからは各国を訪問することになり、後に各国訪問の経験を回顧録として出版している。ハインリヒは、 後続のため、若年にもかかわらず指揮官に任命された。1887年に魚雷帝戦隊及び第一水雷帝戦隊指揮官に任命され、1888年に皇室ヨット、船長、1889年から1990年にかけて二級寿命艦、艦長、湾岸防衛艦、艦長、艦長、艦長を歴任し、その後は、 東洋艦隊の巡洋艦船隊指揮官として鎮倒市に赴任した。着任後のハインリヒは軍事分野よりも政治分野で活躍し、彼は中国の宮廷に招かれた最初のヨーロッパ王族となった。1899年に東洋艦隊司令長官に就任し、1901年1月に退任してドイツに帰国し、同年秋に第一艦隊司令官に就任した。 1903年にバルト海基地司令官に就任、1906年から1909年にかけて太陽艦隊司令長官を務め、退任後に元帥に昇進し、の後任として海軍観察長官に就任した。この間の1902年にハーバード大学から名誉博士号を授与されている。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、 ハインリヒは新設されたバルト海艦隊司令長官に就任する。バルト海艦隊は戦力的にロシア帝国のバルチック艦隊よりも劣勢だったが、ハインリヒは2月革命でロシア帝国が崩壊するまでの間、ドイツ領海岸へのバルチック艦隊の侵入を防ぐことに成功した。ロシア海軍との戦闘が終わった後、ハインリヒは自分の役目は終わったとして、 司令長官を退任し、ドイツ革命により帝国が崩壊したことで軍籍を退くことになった。ハインリヒは革命に公然と反対したが、家族の安全を優先して、キールから脱出した。バイマル共和制に移行した後は、家族と共にシュレースビヒーコールホルシュタイン州に移り住み、モータースポーツやヨットをたしなみ暮らした。また、船乗りの育成にも励み、 彼をしたう船乗りや水兵たちの間では、という軍謀が流行した。1929年4月20日に、ドガンで死去した。ハインリヒは、兄ビルヘルム2世とは、対照的に謙虚な性格で、兵士たちやドイツ北部で人気があった。また、他の兄弟よりも外交官としての素質もあり、1902年にアメリカ合衆国を訪問した際には、 アメリカの記者たちに好印象を与え、ドイツ系アメリカ人社会からも歓迎された。軍人としては、現実主義で潜水艦や飛行機などの最新技術を高く評価し、積極的に兵器として導入していった。また飛行機にも興味を示し、1910年にパイロットの資格も取得した。第一次世界大戦中は、ロシア海軍に対抗するため、 フーボの運用も計画していた。ヨットの愛好家として知られ、1887年に海軍商工グループが設立したキールのヨットクラブの会員となり、クラブのパトロンとなった。また、自動車にも興味を持ち、自動車の手動ワイパーを発明したという。1908年にはドイツグランプリの前身となるプリンツファインリヒラリーを開催し、ビルヘルム2世と共に、 帝国自動車クラブを講演した。1879年5月、海軍士官候補正時代に大日本帝国を訪れ、皇族として待遇され歓迎を受ける。また、この際に、明治天皇に越見している。翌1880年2月7日、大阪藤島下郡小路村、現、大阪府水田市、岸辺北の近郷政策の場所である釈迦が、て、 岸辺神社のある資金山の背後に位置するで、当時神戸に滞在していたハインリヒは、金両区域であるにもかかわらずお供を連れて、お忍びでカモ漁をしていた。そのため、高村だということを知らない、七尾村の伊田本吉がハインリヒを大出した。このことに立腹したプロイセン王国側が、その翌日、高村に対して、不敬の振る舞いがあったとして、大阪府並びに、 外務省に抗議を申し入れたため、外交問題に発展した。断判の結果、同月14日に至って、大阪府庁と岸辺神社で、謝罪式が行われ、関係者13名が処分され落着した。取調べ処理を安直に済ませた巡査8人は、不敬を犯したとして、免職、警部5人は1ヶ月の放給停止処分を受けた。この日本側の一方的謝罪という事件勝利は、 当時の日本とプロイセントの国力の格差を政府が考慮した結果であったが、この弱腰外交に対する世論の反発を危惧した日本政府は報道統制で事件を国民から隠そうとした。ある新聞記者はこの事件を記事に書こうとしたため、禁庫刑にされた。ハインリヒは1900年に日本を再放し、1912年には明治天皇の体操の例に、 ドイツ代表団の一員として参列している。1888年5月24日に、10枚にあたるイレーネ、ヘッセン大公ルートビヒ4世の娘と結婚。妻との間に三男を設けたが、長男のバルデマールと三男のハインリヒは、ビクトリア女王からの遺伝で、治病を患い、ハインリヒは4歳で創生した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。